はい、どうもこんばんは、ピヌさんです。チャンネル登録ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ファイアウォッチの第3回目をやっていきたいと思います。峡谷の北で電話線を点検するミッションからですね、今はもうまだ2フォークスの監視塔の中にいますので、ここから北に向かってこう遊歩道を降りて洞窟ケーブ452を通過してから、この上の方、北の方向に向かいます。収納箱の302番がありますね、近くに。ベアトゥースポイントとかね、書いてますけどね。そこにね、行きたいと思います。それでは、スタートしていきましょう。まあね、ちょっと本もね、片付けないと。シンギュラーマインドの本もね、片付けないとね。いや、魔法瓶とか、はい、よしよし、あとはね、あとは大体片付け終わってると思います。それじゃあ行きましょうね。よし、よし、うわ、来た。まあ、ね、嵐でね、電話線が切れちゃったので、それを直しに行きますね。確か、トイレがあった方向の、あれ？こっちじゃなかったかな、トイレ。あ、こっちか。トイレがあった方向の遊歩道から行きます。そうだね。ベアトゥースポイントまでね。1.3 マイル来た。1.3 マイル来ただから、まあ大体2キロくらいですかね。まあ前回のね、こう、やったゲーム見直してみたんですけども、あれですね。こう結構僕、漢字の言い間違いとかですね。あと、デリラとヘンリーの会話も、結構変なタイミングで笑ってることがあって、なんかそこ気をつけたいなぁとは思いました。まだね、彼ら喋ってる途中に笑っちゃってるんですよね。ちょっと、鼻で笑うみたいな笑い方してましたけどね。その辺うまくしたいんですけども、できなかったらごめんなさい。ね、これ今降りていってます。よっ。飛び降りる。おお。まあこれ人によってはあれですよね。ちょっと 3D 酔いするかもしれませんね。よし。こっちかな。ここで合ってるかな。はい。合ってるね。あともう飛び降りるポイントないんだね。ジャンプ。これはまだ朝なんでしょうな。風のね、流れる音だけが聞こえてますけどね。まあ、昨日ね、こう監視塔の中荒らされてしまいましたから、もしかしたら事件が起きるかもしれないですけど、お、ちょっと霧が出てますね。お、冷たい朝霧。It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I justspend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break, or... We're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up.
don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. デリダは席を外している。そっか。ちょっと私のことを疑わないでみたいな感じになっちゃったんだよね。地図的には来たので、まあ方向はね、こっちの方向であってるね。こっちかな？やぶの中か。こっちかな。まあゆっくり行きましょうね。走りますか、それともちょっと。結構ね、まあ、前回までの動画見たら結構急いでるというか、なんかせっかちな感じになっちゃってるなって思っちゃったんで。Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me.Yeah, well enough. 塔どこにあるんだろうな。目視できないんだけど、俺は。ああ、朝霧が出てますね。これが電話線ですね。でも落雷があったみたいな枝の折れ方してるな。枯れちゃったのかな、それとも。結構乾燥してますよね、雰囲気としては。結構、真ん中ぐらいまで来ました。この先が二手に分かれてますね。まあどっち行っても行けますけどね。標識があります。あとあれか、なんかあるな、右手に。ソロフェアの火災監視所まで 5.4 マイル。ベアトゥースポイントには 0.2 マイルね。こっちになんかあったな。 0.2 マイルだからあと320メートルか。これあれかな、収納箱かな。古い便所。古いわ。Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. This outhouse is in the middle of nowhere.Well, I hate to tell you, but everything out here is in the middle of nowhere. You know what I mean. Am I on the right track? I think so. Look around you for that wire, and let me know when you find it. 電話線あるね。これ開けられないよな。開けたら怖いよな、ちょっとな。古い便所。ここが古い便所ね。はいはい。この電話線を見ながら行かないといけないのか。そっか、そうだよな。もともとそういう仕事だもんな。ここ越えてか。よっと。大丈夫そうじゃない？収納箱行きたいな。302収納箱。
ね、あ、影になっちゃった。あ、もっと先だね。今んとこ電話線大丈夫そうですよね。ああ、結構開けてきましたな。ああ、あれか、収納箱はありましたね、ここに。はいはい。まあちょっと収納箱先に行きましょうか。まあ特にね、デリラに報告する、ん?報告するようなこともないので。でも木がね、折れてるんだよな。よっと、ここか。はい、収納箱ありました。開ける。お、5555になってるな。1,2,3,4。おぉ、地図情報を書き足す。うん、地図を更新。あ、手紙があるじゃない?読んでみるか。デイブ、手紙を読んだ。話したいことがある。そうだな。お前を見つけられなくてすまん。一日中探しはしたんだ。例の学生たちを助けに峡谷の方へ行ったのかと思ったが、見当違いだったな。俺で力になれる話かどうかもわからんが、同僚だろ?アミーゴなプロフェシオナーレスだ。もし誰かにぶちまけたいことがあって、今からでもまだ間に合うんなら、俺がいつでも相手になるからな。まあ、俺も大して人生うまく乗り切ってるとは言えんが、それは分かってるだろ?待ってる、ロン。うん。今、僕のね、実際の家の近くをヘリコプターが旋回してますね。もしかしたらマイクに音が乗ってるかもしれません。Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded.Somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. なるほど。まあこれも一応持ち帰りますか。板か。松ぼっくりも持って帰りたいんだけどね。持って帰るっていうコマンドがないんだよな。板。あ。板いらない。本あるじゃん。あ、やっぱりこれ本コレクションしていくんだな。うん。本、捨てる。あとないか。収納箱を閉じて、で、この本を手に取ってね。これ持って帰りましょう。これ持ち物に入れられないのか。それが厄介だな。バッグに入れればいいのにな。6フィート下に眠る。殺人事件のミステリーっぽい感じのタイトルですね。うん、電話線は消えてる様子がないですね。大丈夫そうだな。ん?ビール缶があるよ。Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday.Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. まあそうだな。このビール缶は?この6フィート下に登るを捨てて、ビール缶手に取ってみましょうか。まあ片付けましょう。で、この本は多分ここを帰り通るんで置いときましょうね。
で、あれあれ、これ登れんのかな。Well, I hopped down a drop and あ、無理か、やばい、本が。That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. ああ、ちょっと本をね、捨ててしまったな。あ、じゃあふにゃふにゃになっちゃいますね。嵐来たら。お、電柱。ああ、これか。これがもうここで消えちゃってるんだ。近くまで行きましょうね。じゃあ。ああ、本当だ。でも空き缶があるな。なんかあるわ。まあ電柱報告しましょう。Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. ビール缶片付けましょうね。Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them.少女たちを見つけるのか。I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. So they're big into Red Eagle. Ah, so ne. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something.I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay. Go ahead. これなんだ、パンツかな。じゃあちょっと空き缶あるね。ちょっと本だけかな、心の声だったな、個人的には。大回りしてね、こう行くのか。なるほどな。今回工程結構長いっすね。まぁ、ちょっと空き缶を拾いながら進みましょう。あ、でも目印になるから置いといてもいいかな。一応ね、迷った時のためにね。あるわ。結構落ちてるな。ここから飛び降りる。よっと。めっちゃビール飲んでますな。はい、よっと、よっと。あ、またあるや。むしろよ、むしろなんだけど、よく、あ、こっちか。ビール、あれ、2つに分かれてるな。あれ、違う、これも、ん、あ、これ違うか。じゃあこっちかな。ビール缶よく持ってきたよな。ビール缶あるね。あ、違う、これ来たとこ戻ってんだ。でもここはなんか気持ちのいい場所ですね。お花咲いてますよ。地図を見ましょう。方向は合ってるね。
この先二手に分かれるから、北に行くのか南に行くのかだったな。うん。やった。そうね、分かれるよね。地域補給品ポストがある。まあソロフェアのね、火災監視所、まあツーフォークス。まあ 0.2 マイル北なんで、ちょっと補給品のポストだけ見てこようかな。いやー、ここ一人で歩くの怖いな。ソロフェア、サプライドロップ、こっちか。ああ、サプライドロップ箱あるよ。開ける。1、2、3、4。お、ツーフォークス、モスピーク。よくわかんない。何にも入ってなかったね。はい、残念。鍵かけないとね、本当はね。じゃあまあ戻りましょうか。柵がなってんだ。なんで柵作ったんだろうな。こんなところにね。この辺りかな。そうだね、この辺りが分岐なんで、まあトゥーフォークスとジョン・ジーコまでは2マイル。まあ 3.2 キロぐらいなんで、戻りながら。まあ、丸太ね。はいはいはい。ん？リュック。There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. ああ、そういうこともできるのか。うわ、結構綺麗じゃない。ブライアン・グッドウィンのバックパック。おお、写真だ。カメラ。と、Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this, pack came with one of those cardboard single-use cameras.With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. まあ、写真はまた今度でいいや。あ、でも戻れないか。あ、戻れたか。Anyway, yeah, Brian Goodwin.He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera.Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay. まあ、ロープを服にかけて。ロープで降りる。じゃあこれロープそのままにしておくのかな？うん、そうだね。そのままにしておきますね、これは。今、煙が上がってたって言ってたなぁ。ん？降りれない。あ、ここか。あ、結構、高かったんだなぁ。う
まず収納箱を見ましょうか。ここで、ジョン・ジーコとトゥー・ホークス、ここで変わっちゃうのか。穴が刺さってますな。手紙。おお、デイブ。来週デイビーが、まあ6月16日ね、デイブ。来週デイビーが誰とデートすることになったと思う？ゲス野郎のスティーブじゃないぞ。お前の相棒、このロン様だ。トゥーホークスに入った新人を見に行ったんだが、ずっとブツブツ自分と会話しているのが聞こえたから、関わり合いにならない方が良さそうだ。監視員の標準から言ってもあれはどうこうしてた。チムニーロックがあのハンモックの中でお楽しみにふけていたのを見ちまった時のことを覚えてるか。森林局はどうも変人と変態を選んで採用してるんじゃないかと思えてきたよ。もちろん俺たちは別格、精鋭中の精鋭だがな。例の店でデイビーに乾杯しようぜ、ロン。まあこれについては喋ることないのか。まあ持ち帰りましょうね。石ころ。Someone found a fossil and put it in the cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature piece by piece. まあ調べ、持ち帰る？これ。収納箱とかじゃなくて、バックパックに入れられるとな、持ち帰れてね、コレクションできるんだけど、手に持ってるとね。結構邪魔よね。I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger.Will do.今ここにいるから。ファイブマイル川の方向。南西だからここか。ここに行かないといけないのか。まあとりあえず、ちょっとね、時間も来てるんですけども。行ってみますか。Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but. I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. Everything's fine. Just, you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. All right. Well, we can just leave it at that. Thanks. Hmm. Hey, Delilah? What do you got? You found him?No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Do you think those girls could be behind this fence? Well...Having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. そっか、フェンスがあって、行けないか。じゃあやっぱりこっちで戻ってか。戻っていかないといけないな。なるほど。
まあ今日はこの辺りぐらいまでですね。まずとりあえず電話線を切った少女を見つけないといけませんね、次回からはね。でもね、こう新人局が把握していないフェンスがあると、あと謎の男と木にかかったバックパックなど、ちょっとねミステリーの伏線みたいなものも出てきましたね。気になるところです。まあこの続きもね、また次回やっていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。